あいよあ見てうまそう。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、ほんのり甘くてホクホクっと美味しいかぼちゃを使った一品、ほんとね、簡単に作れて、そこに旨味をプラスしてあるんで、おつまみにも抜群のね、フライパンでちゃっと作れる一品です。そして今回はめちゃくちゃ便利な調理アイテムをね、入手しましたんで、後ほどね、詳しく紹介させていただきます。もちろん説明欄に調理アイテムの詳しい説明が書いたリンクね、貼っときますんで、ぜひ覗いてみてください。マジで損しないです。めちゃくちゃ便利なんで、料理するのが楽しくなっちゃいますよ。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちらかぼちゃ、まあ量は適当で大丈夫です。ハーフカットのベーコン1パック、スライスチーズ2枚、オリーブオイル適量、材料は以上です。はい、こちらかぼちゃね、種を取っていただいたら食べやすい大きさに切り分けます。まあ、今回半分ぐらい使おうかな。ほんと量は適当で OK なんでね。そしてあんまり分厚すぎると火が通りにくいんでね、おすすめは5ミリぐらい。はい、こんな感じ。そうするとね、食べた時にホクホク感も残って食べ応え抜群。まあ適当でいきましょうか。よいしょ。ちょっとちっちゃいな。もうちょっと大きめのとこ行きますわ。そうやね、今回チーズ2枚使うんでね、8枚切っときますわ。よいしょ。もうこれほんと適当で OK。 はい、そしてね、ベーコン、こいつをね、半分にズボッと切っていただいて、これ1枚ずつ剥がしてちょっと並べといてください。はい、こんな感じね。これも8枚でいきますわ。よいしょーっと。まあこの辺のね、量はもう作りたい分に合わせてください。はい、こんな感じ。2枚残ったしちょっと食べてきます。はい、お次はスライスチーズなんですが、これね、十字に切って4等分にしてください。はい、こんな感じね。そしたらこれベーコンの上に重ねておく。よいしょ。チーズをね、切ってこのベーコンと一緒に重ねておいてください。これ後ほどこの状態で使っていきます。まずはかぼちゃ切り分けて、はい、チーズとベーコンを切って重ねておく。そしたら準備完了なんでね、よいしょと。もう適当に作っても全然大丈夫なんで。はい、まずはフライパンを中火で温めてください。そしたらね、薄く油をなじましておいてくださいね。はい、油をなじませ、しっかり温まりましたら、まずは先ほど切り分けておいたかぼちゃ、はい、これね、重ならないようにちょっと離して並べて入れちゃいます。はい、よっと。はい、こんな感じで中火ぐらいでね、じっくりと焼きながら、このかぼちゃの裏側に美味しそうな焼き色をつけちゃいます。やっぱかぼちゃね、なかなか火が通らないんで、まずはじっくりと中火で焼いて焼き色をつけてください。片面だけで結構です。はい、こちらね、よいしょ、熱っ。あー、こんなもんね。美味しそうな香ばしい焼き色がついたら、ここポイントです。火力をとろ火に変えてください。もうほんと超弱火。そして全部ひっくり返してください。この火力ポイントですからね。中火のままやりすぎると、もう全然火が入らずに真っ黒に焦げちゃうんで、うん、ひっくり返せない。よいしょ。はじめね、片面だけ香ばしく中火で焼いたら、超弱火に変えてひっくり返す。はい、こんな感じね。そしたらここでさっき用意しといたね、これ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 、チーズベーコン、はい、これ真ん中ぐらいに全てトッピングしてください。よいしょ。はい、よっと。そしてここで登場するのが超便利アイテム。今回紹介したいのがこちらなんですよ。見て。そう、蓋。ちゃんとね、こうやって立てられるやつでね、めちゃくちゃ便利。はい、ということで蓋をします。あいよー、ガッシャーン。はい、超弱火のまんま、かぼちゃが柔らかくなるまでね、だいたい5分ぐらいじっくり蒸し焼きにしてください。はい、そしてなんとね、これ何が便利かっていうと、今回使ってたフライパンね、もうプロ仕様で30センチある結構大きめのサイズ。それでも簡単に蓋ができるね、ほんとマジックのマルチサイズカバーなんで、この段々あるじゃないですか。これフライパンの大きさに合わせて16センチから30センチまでね、ぴったり蓋できる。しかもここね、ガラスになってて、中の様子も伺えますしね、むちゃくちゃ便利。この赤い部分はね、シリコンになってます。
そしてここにね、秘密があるんですが、まあそれは後ほど紹介しちゃいますわ。ということで蓋をしてじっくりとね、蒸し焼きにしてかぼちゃちゃんを柔らかくしてください。はい、こちらのマルチカバーね、こんな感じでやっぱり大きいのをちっちゃいとこに蓋するとグラグラしたり、きっちり蓋ができなかったりするじゃないですか。実はここにね、秘密があって、はい、パッカリンチョー、セパレートタイプになって取り外し可能。はい、見て、これ16センチのお鍋ピタッとはまる。ほんと隙間なくいい感じでしょう。ここがね、シリコンになってるんで、多少のね、大きさはもう全部カバーできる。そして中も覗ける。マジ最高じゃない。いや、しかもね、これ簡単に脱着可能なんでめちゃくちゃ便利。今回ね、これ大きいフライパンなど使ってる時に少しだけ隙間開けたいなと思ったらね、ここを少しずらすだけでこんな感じでね、蒸気を逃がすこともできるし、マジやばい。そしてこのね、油跳ね防止のところはステンレス製なんでお手入れも楽ちん。あとね、煮込み料理なんかしてるときね、これ蓋外しといてコトコト煮ながらね、はい、これしゃもじとかここにね、ピタッと置くことができるからめちゃくちゃ便利ちゃいます。はい、こんな感じで脱着可能、いろんなサイズに対応しているこのね、マジックのマルチカバー、マジ便利。しかもね、ちゃんと自立してこうやって立たしとくことができるからね、これ一個あっただけでも蓋はいらん。あいよー、あー見て、うまそう。まあだいたい5分ぐらいね、じっくりね、とろ火で蒸し焼きにするとかぼちゃもほくっと柔らかくなるんで、様子を見ながら火を通してください。まあね、こういう金串や串なんかを刺していただいて、スッと入ればね、柔らかくなってる証拠なんで OK。 そしてこの表面にトッピングしたチーズとベーコンの旨味がやばいのよ。じゃあ早速盛り付けていって食べちゃいましょう。はいよー。はい、器に盛り付けたら仕上げですね。見てください、これ。とろ火でゆっくり蒸し焼きにしてるんで、裏側は全然焦げてない。しかももうホクッとなってる。そして表面を焼き上げてあるんで、香ばしさも加わってマジやばいのよ。そしてこれね、オリーブオイル。こいつをタラーっと上から回しかける。これも適当で OK。はい、ここで完成。まっさり食べたい方はこのままいってもね、チーズとベーコンの旨味が加わって美味しいんですが、まあ頼りないなーと思う方はね、お好みの塩コショウを上からパラパラーっと振ってください。マジックソルトとか結構おすすめよ。私は大好きなこのハウス食品さんの香りソルト。はい、これで食うとね、マジでお酒止まらん、最高のおつまみになります。おかずとしても優秀、ぜひ一度作ってみてください。それでは、キュームーポーいただきます。うまい。かぼちゃもほんのり甘くてね、ホクホク。そこにベーコンとチーズの旨味が加わって、これはやばいわ、マジ止まらん。やっぱ仕上げにかけたオリーブオイルがいい仕事してくれますね。うん、まあ味がね、濃いめの方がいいっていう方は仕上げにこの塩コショウとかかけていただいて調節してください。むちゃくちゃうまい。そしてこれよ、これこれこれ、先ほど紹介したマジックのマルチサイズカバー、これがむちゃくちゃ便利なのよ。ほんとね、16センチから30センチまで対応してるし、やっぱこのね、取り外し可能っていうのがいいよね。なんか盾みたいでちょっと強なった気分やな。これでね、もう大きいのからちっちゃいのまでマジ便利、簡単にね、脱着可能なんで、ほんとおすすめ。こちらね、公式のページは説明欄の方にリンク貼っときますんで、ご興味ある方はぜひ覗いてみてください。マジで最高。もっとね、詳しく書いてあります。いやー、ほんまこれ手軽でうまいな。うますぎ。